夢ラジオ第6035回、今日は令和6年2月15日木曜日です。時刻は午後3時半、横浜港北。さっきまで晴れていた太陽ですが、雲の向こうに隠れてしまいました。その代わり雲間から太陽の光がわっと、まあ地上に降りてる白妙光線っていうんですよね。これ綺麗な景色になっていますね。ただし雲が分厚いので、今日はこのまま暮れていくのかな。今は午後3時半です。さて今回はウクライナ支援を論じた保守言論人、こんなタイトルでお話しましょう。ウクライナ支援の保守言論人ですね。ロシアが今の国境線で停戦しようという、まあ、現実的なそういう提案をし、米国が蹴った。やっぱりウクライナの意向を聞かなきゃダメだが米国の建前なんですけど、ウクライナは何が何でも、今の政権はね、ゼレンスキー政権は戦争を継続しなければなりませんので、結局まあ、筋を通しているようでいて、アメリカはね、戦争継続すべしと。で、この日本のメディアにおけるあのロシア専門家たちは、もうこの2年間ずっとロシアが負けると、プーチンは病気だと、プーチンは狂ってると、こういうことを言い続けて大恥をかいてきました。かつ保守言論人においても、ウクライナ頑張れみたいな、そしてウクライナに利があるんだと、そしてロシア、このロシアによる侵攻は不当である、この議論をずっとやっていた者たち、保守言論人にも多くいた、で今もいる。なんか最近黙っちゃってますね、この人たちがね。保守言論人でウクライナ支援を、ウクライナ支持を言ってた人がなんか最近黙っちゃってますが、ただ彼らはウクライナ頑張れと言っていましたね。ただウクライナ頑張れということ自体はそれは自由だし、しかも表面的に見ればロシアが軍事作戦と称して国境線を越えて侵入していったわけですから、当然侵入された側のウクライナ、このウクライナ人が感じるあの理不尽、非合理、これに心寄せるっていうのはあっていいわけですよね。ただし言論人であるのならば、そのロシアとウクライナの歴史とか、あるいは地政学とか、そういうものをある程度は踏まえて話しせざるを得ない、そうですよね。でそのことを考えた時、もう2年前のウクライナへの軍事侵攻以前から、プーチンがもう顔を赤くしてですね、さまざまな記者会見で、さまざまなあの講演で、このまま西側がウクライナにあの介入し続けてくると、つまりウクライナが NATO に入るのを許すとか、ウクライナが EU に入るのを許すとかということをやり続ければ、それはロシアの歴史と、そして地理的条件から考えても、それは容認できないっていうのをずっと言ってたわけですよ。あのウクライナ侵攻の前からね。そしてそれを実行に移したのが2年前の2月22日、もうすぐですよね。2年経ったことになります。で、あの日本の保守言論人と、ウクライナ頑張れと、ウクライナ支援と、さっきも言ったようにその考え方を持つのはわからないわけではないんですが、けれどそれは何度も言うように大外れでした。メディアに出てくるあのなんか御用学者みたいな人たちが嘘っぱち並べるのは、まあそんなもんかということで置いとくにしても、まあ、保守言論人でこういうことを、ね、こういう大事なところで
ミスするっていうのはちょっといただけないというか、しかもことここに及んでもまだそのウクライナの情勢は台湾の情勢になるんだみたいな、とこれよく聞きましたよね。で今も言ってる人いる、ウクライナの情勢が台湾の情勢になるんだと。イメラジオではこの話もよくしておりますが、攻めていく方ですよね。その今回ウクライナだったらロシア、台湾だったら中国の置かれた条件が全く違いますので、そのウクライナがアナロジー類似として、あるいは比喩として台湾にそのまま適用されることはできない、ありえないんですよ。それはね、もちろん中国当局の人たちはウクライナ問題をずっと注視はしているでしょう。ウクライナ戦争をウォッチしていると思いますが、これが例えばロシアによる国境線の変更という形で立て終わったとして、よっしゃと、いい前例を作ってくれたと、我々中国共産党としても革新的利益である台湾をこの際ロシア見習って取りに行こうはならない、ならない。それはね、中国はロシアが置かれたような経済制裁を世界からやられたら1ヶ月も落ちません。中国は脆弱な国なんです。あと台湾となった場合、日米がウクライナよりももう数倍本気になるでしょうから、そのアメリカに中国が対抗できるわけはありません。ビビっているはずです。予見しうる限りの未来において、中国が米国に軍事的にしのぐということはできない。もちろん中国だって例えば核ミサイルを揃えるぐらいはできるでしょうが、まあ戦争をこれまでしてきたその蓄積、それにおいて中国はもうアメリカの比ではない。というより、アメリカが本気出したらその経済制裁を含め中国は一気に崩れ去る。要するに人民元とドルペックやってるような時点で、もうロシアと同じようなビヘイビア、振る舞いを中国化することはできません。私はそのように考えております。であるにかかわらず、そのウクライナ問題と台湾問題、これも保守言論人がおっしゃっているとか、ですからこのウクライナ問題に関してどういう態度、どういう発言をするかで、その保守言論人と呼ばれている人たちもある程度ランク付けできるんじゃないか、まあ、意地悪な言い方するとね、そんな風な気もしております。リスナーの皆さん、どう思いでしょうか。